はい、こんにちは、プロトリュフチャンネルです。今日はですね、ちょっと変わったところをするコルブティア、これ入ってきました。かなり小株たくさん吹いていきますね。基本的にはなるべく日照いいところで管理していただいた方が、この紫色特有なもの、色合いでが出てくると思います。で、極力ですね、根っこよく張るので1年に1回ぐらいは植え替え作業、鉢は大きくしなくてもいいんですけれども、基本的には絡まってしまった根っこ1年に1回ぐらいは、ほどいてあげて、そして植え替えしてあげるっていう方が健全に育っていくかなというふうに思います。で、なるべく日照いいところを管理していただかないと、どんどん色抜けていってしまいますので、まずは、置き場所、明るいところを置いていただいた方が、綺麗に維持できるかなというふうには思います。それ以外は他の、サボテン類とほぼ同じな、管理で十分だと思います。基本的にはお水控えめで、なるべく風通しのいいところで置いていただければ、十分に楽しめるんじゃないかなと思います。お店の方に今たくさん入ってますので、ぜひ店頭の方で見ていただければと思います。